ありがとう YouTube。 めでたく50回目を迎えました。夢蔵のちょっと元気になる言葉、これからもお楽しみください。ではどうぞ。はい、完成でございます。本日の言葉ですが、すべては成長の種なりでございます。この仕事を始めた時に、男として人として成長したいなと、始めたわけですが、まだまだでございますが、これからも励んでいきたいと思います。50回迎えれました。皆さんありがとう。これからもお役に立てますように。